皆さんこんにちは。さあ始めよう LT スパイスの時間です。今回は PWL です。早速この電源だけの回路からやっていきましょう。右クリックをしてアドバンスを押します。ダイアログが出ますので、この PWL を選択します。まあ、そうしてここにですね、またたくさんパラメータをまた入れられるところが出てくるんですね。名前をちょっと見てみますと、タイム、まあ、そしてバリューで、さらにまたタイム2、そしてバリュー2、まあ、そんな形でタイム、バリュー、タイム、バリュー、タイム、バリューっていうふうに並んでいます。まあ、どんどん気にせず入れてってみましょうか。まあ、最初の時間を0時間というふうにしましょうかね。で、そしてその0時間の時の電圧は0というふうにしましょうか。そして5ミリセック後には0.5ボルトというふうにしましょうかね。で、そしてその次は10ミリセック後には、そうですね、3ボルトっていうふうにしましょうか。次に40ミリセック後には2ボルトというふうにしたとしますね。これで OK とします。40ミリまでここがあるわけですから、シミュレーションは40ミリまでですよね。ここを40ミリとします。じゃあ早速シミュレーションしてみましょう。まあ、このような形になります。想像してたと思いますね。これちょっと画面をこういうふうに大きくしまして、まあ、全くここに入れた通り、早い話が、まあ、折れ線グラフなわけですよね。まあ、こんなふうにしてどんどんこう数字を入れられるんです。え、ちょっと待ってください、さっき設定のところもう目いっぱいでしたよね。はい、そうですね、ここで目いっぱいですね。ところがここにもう一つボタンがありまして、こういうふうに押しますと、さらにここに追加で書けるようになっているんですね。まあ、しかしこのようにして書いていくのはなかなか大変で、ここをずっと長く並んでいくことになるんですね。おそらくこういう形の数ステップで終わるような波形って少ないんじゃないかなと思います。まあ、それじゃあもっと大きな波形、まあ、いろんな変化をする波形、まあ、そんな時どうするんですか。まあ、そういう時にはですね、ダイアログの設定のこの下にですね、 PWL ファイルっていうのがあるんですね。このファイルを選択しますと、まあ、ここにファイルの選択のボタンが出てきますので、それを押します。まあ、そうしますとダイアログが出て、まあ、ここにアーテキストっていうのがあります。まあ、これを選びますね。そして開くっていうふうにします。ここにファイル名アーテキストが入りました。まあ、OK とします。そうしますとここに PWM ファイルイコールアーテキストってなっています。まあ、それではこれをシミュレーションしてみましょう。まあ、こんな結果が出ました。これは何かと言いますとですね、マイクでアーって言ったものをオシロスコープで測定して、まあ、そのオシロスコープからデータを抜き出して、まあ、そうしてそれをファイル化したものなんですね。データのテキストの中身はもうとても簡単です。まず時間、まあ、そしてデータ、この2つなんですね。コンマで区切ってどんどん羅列をしていけばいいわけです。今ここでですね、1万ポイントぐらいのデータが入っています。まあ、そしてまあちょっと気を配るといえば、一番最後もここデータないので、まあコンマがありませんよっていうふうな感じでしょうかね。このコンマとの間はスペースでもタブでも全然問題ないようですね。まあ、そしてこういうファイルを作って、ローカルのこのシミュレーションのフォルダーにファイル名をつけて置いとけばいいというふうなことになるわけです。電源で遊ぼうというふうな意味では、まあ、これでおしまいなんですけども、せっかくこういう波形がデータの中に入ったわけですね。ちょっとこれをフーリエ変換して周波数のスペクトラムを覗いてみましょう。まずこちらのグラフを右クリックしまして、そしてこのビューから FFT を選びます。
まあ、データのポイント数、これフルになっていますけども、まあ、このままでもいいかもしれませんね。まあ、細かなことはまたフーリエ変換のところを見ていただければわかると思いますので、まあ、ここで OK をします。まあ、そうしますと、まあ、こんな風な形でグラフが出てきます。縦軸はデシベルですね。まあ、おそらくここのマイナス80デシベルあたりから下はもうほとんど意味をなさないというふうにことになると思うので、ここ一番下をマイナス80で切っちゃいましょう。まあ、こんなふうな感じですよね。まあ、多くの周波数のスペクトラムを含んでいるようですけども、まあ、おおよそこの辺の周波数のところが主な周波数になっていますよね。カーソルで見てみますと 600Hz ぐらいでしょうかね。今日はここまで。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。